よし、やっていこう。さあ、やっていこう。あ、水面がいるね、最初から。もう悪いけど、このチート装備で行かせていただきますよ。まあ、この辺はさすがに投資いらないか。あれ。あれか。でも確かあれだな。味方が、威嚇症とかいらねえし。味方が敵倒さないと、味方のレベルが上がんないんだよな。確か。このアスカ剣座はね。おお、メッキ来た。メッキでも今使いたくないな。こんな矛の盾なんかに使いたくないな。まあ味方はね、今まだ、この浅い回だったらまあ放置しても大丈夫でしょう。でも中盤ぐらいになってからはもうやばいですね。放置させたら、速攻で殺されて餌になっちゃうからね。敵の。気をつけましょう。オッケー。この辺はサクサクいっちゃおう。ラブンソー、危ねえ。味方の方向いてたらね、味方が焼けすんじゃうから、気をつけましょう。うわー、もったいね。忍びが読んじゃった。これは本当メインの盾に使いたい効果ですね。かなり強力な巻物なので、ちょっともったいないことをしてしまったなと。まあ、錦別だったので、何の味方だったかわかんなかったからね。まあ、しょうがない。ちょっとしておこう。ね。いやー、アスカ剣座はね、ずっとやりたかったんですよ。あー、これダメだ。このね、水面にはこいつダメなんだよな。ずっとやりたかったゲームなんですよね。ただ、この、やっぱ、なんだろう、この、ローグライク系と実況って結構相性が悪いのかなって思ったりもしましたね。なんか自分で、好きな実況者の方の、このローグライクの、動画を見てる分には面白いんですけど、自分がいざ、この実況してみようと思った時に結構難しくて、やっぱこのローグレイクってやっぱすごい、特に自分の場合はやっぱ行って行って考えながら、っていうことっていうのはちょっと、あれなんですけど、言い過ぎなんですけど。あ、バネか、これ。違った。そうそう、だから、割とね、時間がかかるんだよな。やばいやばい。区内はね、こいつに跳ね返されちゃうから、ダメだよ。刀か。刀よりはさすがに矛の盾の方が強いんだよな、残念ながら。そう。ああ、ほら、こうやってね、跳ね返されちゃうから、これ一方的にみんなも負けちゃうんだよね。ほっといたら、今のなんか、牛若丸だったかな。あいつにもうね、ボコボコにされる可能性があります。区内が跳ね返されちゃうんで。みなもってキャラクターは、遠くから区内を投げて、攻撃するのは得意なんですけど、さっきの牛若丸ってやつは、敵の飛び道具を跳ね返すって能力があるんで、放置しとくと勝手にやられちゃうんですよね、みなもは。要注意。こいつはだから自分が面倒見てあげないと、ちょっと危ないかもしれないですね。威嚇症とかいらないんで、これはもういらない。あとは薬草飲んじゃっていいか。混乱草もいらないんで飲んじゃおう。で、まあ合成してもよかったか。まあいいか。合成多分できるよな。まあいいでしょ、ここは。別に食らっても。この盾がまあ強いんで、大丈夫でしょう。あ、危ねえ。なんだっけ？ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。おにぎりをちゃんとしまっとかないと、デロデロになっちゃって、まずいおにぎりになっちゃう。例えばこの水たまりが今足元にあると思うんですけど、水たまりに、このおにぎりが落ちちゃうと、危ない危ない。よいしょ、OK。一発でね、まずそうなおにぎりってやつになっちゃうんですよね。なんで基本的にはおにぎりは、壺の中にしまっとくのが一番良しと。ベターって感じですね。OK。ナイス。味方はね、正直ね、結構、まあ序盤は全然大丈夫なんですけど、あ、上だ、あ、もういっか。あ、トドいるなぁ。ちょっと待って、これ落石使おう。敵の量多い。オッケーオッケーオッケー。おにぎりいっぱいあんな。おにぎりパラダイスかな、これ。ね、おにぎりいらないんだよな。まあ、巨大のおにぎりを先に食べたいからいいや。ドラゴン草は一応合成に置いとっときたいけど、合成っていうシステムがあって、まあ、どうなんだろうな、どの辺まで、これを見ていただいている方がどの程度このゲームに、精通というか、知識が終わりなかったかどうかが、わからないんで、ああ、もう行っちゃおっかな。行っちゃおうかな。投資使ってないし。いらないな。いいや。2個ぐらいだと行っちゃおう。面倒なんで行っちゃいましょう。やっぱね、そうそう。おお、店来た、店来た。よしよしよし。こいつ危ないんで味方で通してもらおう。ね、頑張れ。よし、頑張れ。よし、頑張れ。おい、倒せねえのか。
火力ないね。火力が全然ないな。ちょっと、早く倒してくれ。うわ、かかるな、時間が。また来たしよ、おにぎりは。おにぎりはやばいんだよ、こいつは。こいつは自分で相手したくないですね。これは今、あそこにいるから、これ、あれほっといたらダメか。あー、ドラゴンストア飲んじゃうか。もったいないけど。まあいいや。めんどくせえからな。また握り変形かよ。どんだけいるんだよ、握り変形が。ちょっと待ってね。何を話したか忘れちゃったな、そして。また来たよ、なんか。これ握り変形じゃないの。チンタラか。あ、オッケーオッケー。チンタラだったら大丈夫ですね。このゲームにね、どれぐらい精通じゃない。精通されてる方が見てくださってるのかわからないんで。わ、怖い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 。あいつは怖いよ。やばいよ。あいつはほっとこう。オッケーオッケーオッケー。どの程度このゲームの補足をすればいいかが、私もね、結構悩んでるところでもあるんですけど。オッケーオッケー。おーしよしよし、待ってよ。しまって。あーでも、ツレハウスか。ツレハウスはちょっとな、武器とか剣の、今このツレハウスって言ってもこの、あー、ブラブラブラ。杖しか、杖しか、店から出品しない、なんかこのこだわりのダンジョンになること、ダンジョンじゃない、お店になることがたまにあって。ね、私としては剣、これ売っちゃうかも、回復いらねえか。あー、これ見てもわかんねえな。もう忘れちゃった、この識別のあれが。まあ、これがね、剣だけになってる時とか、盾だけになってる時とかもあるんです、当然。そういう時は結構テンション上がりますね。杖は正直、今は微妙かな。おにぎりを食ってもいいんだけど、一応この満腹度ゼロになってから食べた方がお得なんで、そうしちゃいますね。あー、しまった。これ、ちょっと腕外した方がよかったか。ちょっと今これダメだ。腕はね、敵に殴られてぶっ壊れるんで、可能性があるんで。なるべく敵から殴れそうときは外した方がいいんですよ、本当は。あ、出すぎだろ、ドゥーバ。ドゥーバ4歳出すぎだろ、おい。薬草。オッケー。この辺はね、サクサクいっちゃいましょう。あ、なんか来た。何これ。イベントだ。これあれだ。最初のオープニングでウィードモがいたところですね、これ多分。そうだね。連れてけって話かな。妖怪村、明らかに怪しいじゃん。まあ前なんだ、カエルの方を仲間にしてたんで、今回はカエルじゃない、カッパの方行きましょう。まあね、順番に行きましょうね。順番番だよ、順番番。オッケー、仲良く行こう。まあぶっちゃけ味方はいらないんだけどな、本当はね。本当いらないんだけど、足手まといになっちゃうと思うから、多分詰まってるしな、カッパ。うまく使ってあげないと、本当にね、味方は結構コロッとやれちゃうんで、さっき見ていたと、うわ、嫌なやつ来た。さっき見ていた通り、全然攻撃力なかったと思うんですよね。だからね、結構簡単にやれちゃうんだよね。ここは味方に頑張ってもらうか。あ、いけるいける。あ、ヘイジ強いな。強くね？強くね、これ。ワンチャンアスカで強いぞ、これ。あれ？こんな強かったっけ？カッパって。いやー、嫌なの来た、また。味方がこれ勝っちゃうと、混乱しちゃうんですけど、まあ、大丈夫でしょう。こうやって入れ替えてあげれば殴られることないんで、混乱してるとね、こっち殴ってくることがあるんで、気をつけた方がいいですね。こうやってあげると、ほら、溶けたんで、まあこういう感じで味方がかかっちゃったら、ああいう風にやってあげるのが多分いいですね。復興の杖は、しばらく使わない気がするな。これ飲んじゃうか。あれ、そう、いらないね。オッケー。そうそうで、まあ、これもいっちゃうか。あー、まあいいや、行こう。盾があるな。いやー、これは微妙ですね、これはね。
青銅鋼の盾っていうのは、何の能力もないプレーンな盾なんですけど、基礎攻防御力がね、全然低い。あーぴょー危ねえ。頑張れ頑張れ、ヘイジ頑張れ。ヘイジ兄ちゃん頑張れ。オッケー、ヘイジ強いな。味方が倒してくれたね、こっちの経験値も入るから。美味しいんだよな。こいつやばいんだよ、取り憑かれちゃうから、これ。あーまずまず、こいつ取り憑かれてる。こいつやばいな。こいつ今、水面側の影帽子に取り憑かれて、乗り移られて、自由に、操られちゃってるんで、そう、こっち殴ってきたんですよね。OK。まあ、若干レベルが低いんだけど、まあ、いいでしょ、行っちゃって。次、どんどん行こう。で、おにぎりが結構余ってるから、食っちゃおう、これもね。OK。まあ、いいでしょ、外しておこう。まあ、この辺はだね、そんないやらしいモンスターがそんなにいないから、そんなになんちゅうんだろうな、厳密にとか厳重にしなくても、多分大丈夫。この装備だったら、ほぼ死ぬことはないはず。水面のさ、レベルが低いからさ、痛い。おー、怖い。驚かせないと、頼むよ。よし、回復して、OK、行きましょう。これで飲んじゃうか。素晴らしいの種はね、かなり使えるアイテムなんで、本場取っといた方がいいですか。やべえな。やべえつきたぞ。やべえつき、やべえつきた。助けてくれ。そいつはマジやばい。あー、このね、この、こいつやばいっすね。こいつは固定ダメージやってくるんで。あいつ意外と油断ならない。握り変化がいるのはちょっと怖いね。あ、トドの盾か。まあ悪くないっすね。トドの盾を装備しとくと、届けに、アイテムを、こっちのアイテムを盗んでくるやつの攻撃は無効化できるんで、悪くないっすね。悪くない。何これ、どういうダンジョンこれ。握り変化がいかないな。よし、オッケー。あー、まずいぞ、まずい。おー、あー、死ぬ、あいつ死ぬ。みなも死ぬ。みなも殺せるぞ。平時に殺せる。カエルに殺せるぞ、あれ。大丈夫か。あー、よかった、大丈夫だった。矢がちょっと欲しいかな。青銅鋼いらねえか。青銅鋼はその五章大事に持っとくもんじゃないな。プラス1だけど。いやー、やだ、やばい。あれ多分、ウドバじゃないかな。さっき負けもなかったよな、これ。あれ、あ。多分殺して、あれか、手に入ったのかな？やっぱり、あ、大丈夫だった。よし。じゃあ今日はこんなところにし、今日っていうか今回の収録はこの辺までにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。また見てください。よろしければね。バイバイ。